こんばんは、速稼塾の久保です。今ね、夜23時27分なんですけども、ちょっと珍しくね、夜更かしして読書をしてるんですけども、ちょっと私のね、なんか弱点に気づいたと言いますか、若い時ほどスラスラ読めないですね。まず文字がぼやけて見えて、しばらく読んでいるとだんだんシャープに読みやすくなるんですよね。47歳なんで、例えば老眼とかね、近視とか遠視とかが入ってくる、要するに目のね、認識能力が落ちてるんだろうなと思います。以前はこんなことなかったんですよ。今でも視力は 2.0 なんですけども、焦点が合うまでにちょっと時間かかるんですよね。本を取り出してこうやりながら、あ、ここかなっていう時にやっと読めるんですよ。いや、こうなるとね、新しい知識を頭に入れるのにも時間とか体力とかかかっちゃうんだなと思って、ちょっと怖いですね。やっぱこう知識欲ってのはあるんですけども、まあブログを見ても、それから誰かのねメールマガジン見ても、こうやって書籍を見ても、全部文字じゃないですか。この文字がね、読めないっていうのが、自分の脳みその構築にものすごいブレーキがかかるんですよね。いや、すごくちょっと怖いですね。私もね、20代の頃に40代50代の上司から、当時勤めてた会社のね、上司から言われたことがあるんですよ。年齢重ねると、まずね、勉強ができなくなってくると。だって老眼で文字が見えないんだもんって。そんなことあるのかなと思ったんですけど、確かにね、今ね、そのなんか、その片鱗を感じますね。全く見えないわけじゃないんですよ。私まだ 2.0 なんで、小さい文字が今はもう読めるんですよ。ただ焦点が合うまでに 2,3 分かかっちゃうんですよね。それが怖くって、本を読もうかなっていうモチベーションが落ちていくんじゃないだろうかっていうことまで考えちゃいます。視力 2.0 の私でも読みにくかったりするんで、もともとね、視力の弱い方とか、若いうちからこの目のね、視力とかに悩まされてきた方っていうのは、相当ご苦労されているんだろうなと思いましたね。スマートフォンはなんか下から光が当たってるせいかよく見えるんですよ。ですので、ちょっとね、部屋を明るくしてライトを当てるような形で読んでいかないといけないのかなと思いましたね。いや、ちょっとこんなになるとはね、思わなかったですね。皆さんどうですかね。目はよく見えます？見えてるうちに頭鍛えておかないと、目がね、だんだん見えなくなってきて、視力弱ってくると、そう、本が読めないですね。本が読めなかったら本当怖いですね。あとは聞くとかになってくるんですかね。はい、以上でございました。